トスマイナス -1、ブラチーノは、サーモバリック爆薬弾頭ロケット弾を運用するために、T-72 戦車の車体に 220mm ロケット弾、発射機を装着した多連装ロケットランチャーである。オリジナルのトス -1 は、搭載している30発の 220mm サーモバリック弾頭ロケット弾を15秒で撃ち尽くすだけの連射性能を持っており、 射程距離は最小で500メートル、最大でも3500メートルと比較的近距離である。ソ連崩壊後のロシア連邦軍でも、チェチェン紛争でも使用されている。トスマイナス1では、破砕弾頭などの、その他の各種弾頭のロケット弾は使用されない。このため、現在唯一の火炎放射戦車と扱われることがある。トスマイナス一は、軽量級の防御が施された、車両、 輸送車や防御物の内部、または開けた地形にいる兵員を撃破するために設計されている。最初の実践テストは1988年から1989年に行われ、場所はアフガン紛争中のポンシェアー峡国である。トスマイナス1が最初に一般公開されたのは1999年のオムスクにおいてであった。トスマイナス1は、 ロシア連邦軍の砲兵部隊で使用されてはいないが、NBC 防御部隊で見ることができる。2014年10月3日、イラクは過激派組織アイスセルに対する切り札として、トス -1A を導入したことが報じられた。後方からの写真1979年より、始まったソ連のアフガニスタン侵攻にて、ソ連軍は、自陣から比較的近距離のムジャーヒディーンを、相当するために、 サーモバリック弾頭を運用する多連装ロケット砲を必要としていた。そこでソ連軍は T-72 戦車の車体に2人乗りの砲塔を構成し、これに 220mm30 連装ロケット発射機を搭載したトス -1 を開発したオリジナルの車両である OB-634 またトス -1 は30本の方針を備え、OB 634バイト、または、トス -1A は24本の方針を備えている。消費剤として、サーモバリック爆薬を担当に充填した、ロケット、これらを放つための重量級短距離 MRS という概念は、1970年代後半に生まれた。戦闘システムを構成する戦闘車両、ロケット、及び弾薬補給車は、1980年代の早期、 オムスクに所在する KBTM により開発され、トスマイナス -1 と命名された。この車両は長年にわたり、秘密兵器のままとされていた。トスマイナス -1 は、兵員、装備、建造物及び防御された構造物と交戦する容器としたものである。この戦闘車両は、不評や戦車からの攻撃指示により行動する、大口径で多方針のロケット発射機の装備、 また3500メートル程度の近距離射程という理由から高いレベルの防護性能が必要となり、これらから T-72 主力戦車の車体の転用という決断を促すこととなった。TZM と呼ばれる弾薬補給車は重装能力を持つトラックであるクラス -255B の車体を用いて作られ、発射機に相談、抜け弾するためのクレーンを搭載している。 改良されたトスマイナス -1A は2001年に配備された。トスマイナス -1A のサンテッシュパッチシステムは以下の部品から構成される。TZMT 予備ロケット弾運搬車トスマイナス -1 はアフガニスタン侵攻におけるパンジシール渓谷での戦闘で初めて使用された。ロシア連邦になってからは1999年のグロズヌイの戦いに投入されている。 トスマイナス -1A は2014年10月24日、アイスセルからのイラクバービル県、ジュフエールナサー解放戦にてウイジンを飾った。2015年9月、欧州安全保障協力機構は、ウクライナ東部の反政府軍訓練地域にトスマイナス -1 が配置されていることを報告した。2016年4月4日、アゼルバイジャン陸軍はトス -1A を ナゴルノカラバフ国防軍に対して投入した。ありがとうございます。